はい、こんばんは。ですね、K100 なんですけど、この前ローター発射してね、それからちょっと部品待ちで、今日来ました。すごくねちっちゃくて、こっちのね部品が欲しくて買ったんですけど、こっちはねまあダンパーゴムなんですけどね、1個なくなったけど、まあなんとか探せて、これはまあ一応使わないんですけどね。これね来てからね、あ、こんなちっちゃかったかなと思ったぐらいちっちゃいんですよ。で、今からその交換をしていきたいと思います。ですね、この、付属のプラスドライバー、キャノピーはねちょっとまだセルテープで留めてないんで、割れてる状態です。よくオークション見るとね、みんなここ割ってますね。やっぱみんなあれかな、背面で落としてから割ってしまうんかな。普通に降りたら、割れないと思うしね。はい、これ一応なくならないように、ネジだけ止めているんですけど、どうだろう、逆か、こっちが緩いんだ。違うな。ですね、どうしよう。こういう時はね、もう一個 K110 の、ドライバーが あるんで、両方ね、どちらかが回るでしょう。ネジがちっちゃいんでね、どっちが回るかな。どっちだろう、左か、左だね。はい、取れてないの。取れた、あ、落ちた。はい、取れました。これはねやっぱ大きいヘリと違ってスラストベアリングは入ってないですよね。はい、で今日来たやつ、これ下手したらなくすな。はい、慎重に。説明書はあったかな、ないよね。これちょっとね台形になってるんですよ。どっちかな、平らな方が、こっちも外さないといけないんでね、平らな方がかな。K110 の説明書を見てみますけど、多分書いてません。わかりません。おそらく、普通はね、どっちだろうね。まあ、片方がゴムなんで、こっちがゴムなんで、こっちベアリングでしょ。ベアリングの内側しか回ったらいけないんで、先の細い方が、ベアリングの方ですね。で、これどうしようかな。こっち、シャフトごと飛んでるけど、こっち、ネジロック、緩まないね。緩まないから、いっか。こっちが上で、ちっちゃいと、やりにくい。こっちが上だからこっち向きだろうね。んでもって、カラーを、広い方ゴム側にして、んでこれがこっちだからこっちと。はい、で、自分右利きなんで右側に向き変えます。んでネジロック。
このサイズのネジ持ってないんですよ。なのでね、もうこいつをなんとか、あ、多分ね、これ最初からネジロック入ってなかった。あ、そっか、自分がヘッド交換したもんね。自分が入れてねんか。多分これネジロック入ってないんじゃないかな、そんな気がするんだけど。ああ、難しいな。でもこれネジロック入れたら基本的に今度外すの大変かな。まあ、あまり、曲がらないからいいかな。これ、ひと山とか、ああ、ちょこっと、ほんとちょこっと。これを、これはちょっとね、はい、オッケー、入った。そっと閉めて。入った。よし。じゃあ、両方。結構ね、このカラーって肉厚なんですよね。普通のカラー、大型機のカラーと同じぐらいの厚みぐらいある。よいしょ。いいかな？はい、OK。今度は、完璧すぎてちょっとね、ゴリゴリ感、ゴリゴリ感があると良くないです。飛ばしにくくなると思うんでね、ちょっと緩める。締めすぎと、ちょっと緩めてもね、ネジロックが入れてればね、大方いいんですけど、ゴリゴリ感があるな、やけに。締めすぎ、そんなに。緩まない。難しいな。くねるし。やばい、すぐ終わると思ったけど、なんか手間取ってる。あれ？いいかな。いや、なんかゴリゴリ感があるんだけど。右は送迎ないんだけど、左がね、こう、ほら、こんな感じで途中で止まったりするんでね。プラスが分かりにくいんだな。でね、この時にね、こう左右こう押す、押したり引いたりした時に、ガタがあるかないか。ガタがあったらそれはもう緩めすぎなんで、こう両方でね、押したり引っ張ったり、これでガタがなければ問題ない。で、コリコリ感がない、なければ OK。微妙やな。微妙。あら、上に行ったの。まだ締めすぎ？微妙だな。でもまだ左右にはね、まだガタがないんでいいんだけど。
結構緩んだんけど、ガタがない、ガタがない、すごいな、ある意味。もうなんかね、手の感覚はおかしいな。でもなんかベアリングのゴリゴリ感が感じるな。なんでだろう。横のガタはないんだけどね。でもこれはちょっと緩めすぎの気もするんだけども、10分ちょっと超えたね。もうちょっとね、ちょっとあれだ、ネジが、ああもうスカスカになったな。ネジがね、もうね結構緩めてるから、これちょっとネジロックやり直そう。これもうちょっと長いネジが欲しいな。ちょっと予想以上に緩めないといけないみたいなんで、ちょっとネジロックを多めに。中華中入っちゃったよ。あ、やべ。どうしよう。針がないもんな。うわー、ネジが、あ、取れたけど、うわぁ、これはちょっとべっちゃりだな。すっごいな、これ。べったりなんで、まあ別にいいや。このままいっちゃい。ネジの外側はね、乾かないんでね、これをこんな感じで、右だけ回してやるか。ああ、もうこの辺でコリコリ感が出てきたな。これ以上締めるとまたコリコリになるね。これはなんだ、コリコリってことはあれか、これはちょっと作り的に、ダンパーが分厚いのか、ちゃんと中まで入ってないのか、それともやっぱしあのグリップがね K110 用なんで、ここのね長さが微妙に違うのかな。まあこれをね K110 につけてもいいんだけど、お分かりの通り、めんどくさいです。なので一応これでちょっとつけてみて、はい、一応ねここねちゃんとガイドのところね通して、で今どうしようかな。多分ネジ的にはね、どのくらいだろう、半分ぐらいは入ったのかな。いいかな。ローターはね、どうしよう。このアラインのね150のローターをつけてたんですよ。っていうかなんだ、あるか。どうしようかな。150はまあ確かにピッチ負けしにくくなったしいいんだけど、どうなんだろう。負荷ね、どうしようかな。まあ、調整はもうこちらの分で調整されてるんで、また今度飛んだら考えましょう。でこれグリップのネジどこだろう。あれ
どうしたっけ、グリップのネジはどうしたっけ、こん中に入って入れた記憶はないんだけどな。どれか、長いやつこれか、これだろうな、2個。あ、このヨーク、ヨークな、これ110のやつなんですよね。これだけでもつけとくかな。これ、うん、どうだろうな、いくらだっけ、2000なんぼでスワッシュ、うん、このセットね。ただね、海外からなんで相当、2週間以上待ったかな。まあその待てる人はね、その海外から、Amazon 経由で、買えますけど、これネジ6個入れちゃおう。今度はローターだけ飛んできそうやな。どこか格好はいいんだけどね、どっちがどっちのローターだったかな。で、すぐはね、すぐに飛ばすとまたローターが飛んでしまうかもしれないので一晩寝かします。さすがにね、そうそうすぐには乾かないんで。はい、これはねちょっと、きつめ、緩いな。ぬるっと感、スカスカだとねちょっとあれなんで、若干ぬるっと感で。でもう一個ネジロック、よいしょ、で入れての、これでやっと両方飛ばせるようになる。ただピレットフリップね、一回これでやったんですけど、やっぱしね、回転が落ちて、もうマイナスピッチが、リカバリー効かない状態なんで、ピレットフリップの練習はやっぱり110のがいいかな。うん、ちょっと締めすぎたね。ぬるっと、スカスカじゃなくきつくなく、はい、できました。で、これキャノピー、18分だから、ハサミどこだったっけな、ハサミ、はい、梱包テープですね。で、こうしてどうしようかな、ハサミで切って、で、こっちはもう指紋がもうベタベタなんで、あ、なんか変なゴミがついた。あ、よし、これを必要なとこだけ切る。ある程度、ある程度切ったらまあ避けるんで、でこっちはもういらないと。んで、なるべく指紋をつけないようにするんで、ちょっと見えないんですけど、こういうふうにね、六角レンチで、こうしてそっと、難しいぞ、そっとね、
これでいいかな。多分みんなこういう風にしてるでしょう。はい、修理完了かな。なんか出てんだこれ。さっきのあれだな、ガラス繊維がついてた。よし、この K100 はここ1箇所だけなんですよね、キャノピーの止めるとこ。110はあのこの前側にもね止めるとこあるんですけど、あとやっぱし電池の持ちですね。これ新品の電池でもね、この純正の電池でも2分そこそこしか飛ばないんで、250ですもんね。110の方はもう余裕で結構飛ぶんでね、いいんですけど。はい、修理完了です。はい、以上になります。